はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりです。ということで、今回の企画なんですけれども、サムネ見てもらったら分かる通りなんですけれども、リアタイの検証企画やっていきたいと思います。リアタイで一球種のみ上げ続けたら抑えることはできるのか？これやっていきたいと思うんですけれども、まあ前にも一回やったことがあるんで、まあそっちを先に見てもらえればいいかなと思うんですけれども、まあその時は微妙に抑えられなかったので、今回はしっかりと1球種だけでも抑えられるんだよっていうところを皆さんに見せていきたいなと思います。ということで、まずリアタイ行く前になんですけれども、はい、この OB、S ランクの OB 契約書の第3弾あるんで、これ、ちゃちゃっと引いてから、やっていきたいと思います。ということで、いきましょう。狙いはですね、金田投手と城島さんですね。はい、いきます。そう。トゥルルルルルルホームランで逆転サヨナラのチャンス。さあ、誰だ、まあ、王さんと落合さんが、まあ、出てもらっても個人的にはかぶりですけど、限界突破4位ということで、塩崎さん、これかぶり。はい、お願いしますということで、今回高校ですね、先発ピッチャーが大野さんということで、1球種のみ、使っていきたいと思うんですけれども、まあ、この、まあね、先にまず、ツーシームから投げていこうと思うんですけれども、まあ、これのね、あのまあ一つの弱点はあのちょっと見逃されるときついっていうところがありますね。正直言うとバンバン打ってもらうとあのまあバレないんですけども、あのもうねフルカウントくらいまでね持っていかれるとちょっとあのバレちゃう可能性があるんでちょっときついですね、正直なところ言うと。でこれもとりあえず連続でずっとツーシームでいきたいと、ヒット打たれるまではこの速いツーシームだけを投げていこうと思っております。代打早いな、代打早すぎですね。まあね、しっかりと抑えられるっていうところをうーっと見せていきたいなと思っているんで、まあね、アウトコースにもしっかり投げていきましょう。なんか最近アウトコースに投げるのもケイファソウ。ですね、普通のまっすぐいきます。まっすぐで、はい、これね、ベストピッチをどれだけ出せるかっていうのもね勝負になってくるんで、まあね、ポンポン投げるっていうのもまああんま良くないかもしれない。ちょっと間を置いてね、ちょっと間を置いてからまっすぐっていうね、これもちょっと大事かもしれないですね。はい、ナイスボール、オッケー、ショート。はい、ということでバッティングやっていきたいと思います。チャンスメイクー出ましたね。で、まっすぐ狙っていきます。とりあえずのところはまっすぐだけを狙っていきます。ボール、オッケー。まあね、コールドにしていきたいなと思います。まっすぐ来い、ボール、おお、いいとこ、まっすぐ来ます。抜けない、ナイスセカ、抜けません。まあね、ちょっとね、上振ってるね、下振っていかないとしっかり、まっすぐ。ボール。ボール。スリーボール。シンカー狙います。シンカー来たら行きます。ここ、狙いはしっかり打ちましょう。大事。前の動画でも言いましたけど、狙いをしっかり打つことが大事です。このプロスピにおいて。ボール。ボール先行型ですね、この相手の方。おって、あー無理だ、はい、どんまい。はい、ということでしっかりと抑えていきたいと思います。今回もツーシームファーストでいきたいと思います。はい、ボール、おい、食らっていく、この落ちるツーシームでいきます。まあね、さすがに打たれちゃうね、まあ、急にね、めちゃくちゃ打たれ出すことがあるんで、この検証は、皆さんはちょっと、あっ、ね、ちょっとね、気をつけてほしいんですけども。OK! 見逃し三振、完璧。さっきツーシーム打たれたんですけれども、ここでもう一発ツーシームを投げていくというね、これ大事。はい、OK! ショート、ナイスショー。よし、まっすぐで、まっすぐでいきます。はい、ナイスボール。OK。ただ、この人、速いの狙ってますね、今回は。多分、ツーシーム狙ってると思います。はい、ナイスボール、ピッチャー。え？切れるのだけはやめて。切れるのだけはやめてくれ。頼む。OK。さよなら、いきます。さよなら、いきます。まっすぐ来い。まっすぐ来い。おい。マルティネス。
フォーク、ツーシーム、サークルチェンジみたいな感じでした、確か。ツーシーム、ツーシーム。こうか、え、今遅かった。完璧だと思ったの、正直。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。フォーク。あっ。しゅう。まっすぐ。うまい。はい、お願いします。ということで2試合目、やっていこうと思うんですけども、またもや高校ですね。今回は千賀投手、使ってやっていきたいと思います。なんでしっかりとね、1球種だけでも抑えられるっていうところをね、皆さんにね、見せていただければな、見せていただければというか見せていければなと思っておりますので、しっかりと吉田さんを抑えていきたいと思います。はい、ナイスボール。はい、ナイスボール。ナイスだ。まあね、抑えられれば何でもいいですか、正直なところを言ってしまうとね。別にね、どんな強烈な打球を打たれようが、抑えてしまえば OK。はい、ナイスサード。2連チャンでサードですね。てっちゃん。フォークでいきます。はい、ナイスボール。張ってますね、ツーシーム。そこをフォークでかわしていくっていうね。はい、ナイスボール、サード。3連チャン、サード。はい、おい、特能全部出て93、90。完璧、これは打ちます。西さん打ちます。まっすぐ曲がる。ボール、OK。まっすぐ曲がりをシュートするよ、まっすぐシュートする、頭入れて、これストレートを振り送ってる時点で絶対打てないんで、ストレートを基準に打っていきます。ストレートを待って、あー、まあまあまあ、どんまいどんまいどんまい、いいよいいよいいよ、空振りはいいよ。ウィキービクラーヤマダサはい、まあ、失投はさすがに捉えていくという感じですね。柳田さんでもまっすぐ狙います。はい、ナイスバッティング、オッケー、シュートでしたね。はい、ティーカーいきます。ティーカーさんでいきます。まっすぐ狙います。オッケー、おいおいおい、まあ、今回もね、まっすぐ狙いを返しにいきます。一発かまします。ああ、まっすぐでいきます。まっすぐでいきます。はい、ナイスボール、オッケー、ピッチャー、オッケー、ナイスピッチャー。まっすぐで続けます。ここはね、まっすぐを続けていくことが大事、デージです、デージですね。はい、はい、ナイスボール。はい、ピッチャー、2連チャーピッチャーゴロ、2連チャーピッチャーゴロ、珍しいです。ここでもまっすぐ、もうね、3者連続まっすぐで押していくっていう。はい、ナイスボール、オッケー、はい、ナイスピッチ。はい、3試合目なんですけれども、よろしくお願いしますということで、相手投手は松井裕樹さんですね。 S ランクですね。これを、しっかりと打っていきたいと思います。まっすぐ、はい、はい、ということでね、バッティングなんですけれども、まあ残念ながらね、松井裕樹投手から打てることができなかったんで、早くにですね、はい、はい。そしてね、ピッチングなんですけれども、こちらはね、しっかりと抑えることができたん でそれをお届け。はい、OK、ナイスセカン。さあ、ラストは、はい、OK、ナイスショット。はい、ということでピッチングいきたいと思います。松井裕樹投手強くないですか。全然打てないんですけど、正直言って一番苦手なんですけど、松井さんが、正直なところを言うと。さあ、それいきます。得意な方います？逆に松井さんが得意だなっていう方、あのコメント欄にぜひあのコメントいただければ。はい、ってことでね、クソみたいなね、バッティングした後に、ピッチング、しっかりと抑えたいと思います。ツーシーム縛りです。はい、 OK、 ピッチャー、走っとるかな。何の走り、何のランニングだよ。ランニングもあるんですよ。はい、ね、もうツーシームだけ投げていきます。はい、はい、ね、フォークかと思いきや普通にツーシーム。はい、ナイスボール、オッケー、レフト、オッケー、まっすぐいきます。まっすぐでプッとね、まっすぐ、はい、オッケー、セカンド、ツーシーム縛りいきます。はい、ナイス、
だんだん分かってきたね、今週のタイミングがね、本当に。ただそこをね、かいくぐっていく、配球でここをかいくぐっていくというスタイルで。これちょっと入っちゃったな。あ、ミスった。ああ。入れる気なかったんだけどな、今。どうしようか、タイピン出たんで、まあ、縦スラでいきます。たまにはね、ちょっとこういうなんかちょっと違うあの変化球で。オッケー、サード、ナイスさ。うわー、ツーシームでいきます。絶対抑えます、これね。さよならされるなんて、あ、はい、ナイスボール。さよならね、絶対されてはいけない。ここ絶対延長に追い込んでいく。オッケー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 。マーティン、タイピン出たんで、珍しくフォークでいきます。やばいやばいやばい、ああ終わった。失投は絶対にしてはいけません。しっかりとベストピッチ出していきましょう。それが大事。